来月の模試はね、こいつにとって大切な試験なの。引っ越してきたのは勉強に集中するためで、あんたたちに引っかき回されるためじゃない。私は邪魔をするつもりなんて。協力してやろうってんだぜ。それが結果的に邪魔になるっつってんの。でもほっとくとキョウちゃんコンビニご飯ばっかり食べちゃうよ。私なら邪魔にならずにやれると思うけど。ダメ。どうして？私が嫌だから。そっか、じゃあしょうがないね。ではどうするおつもりなんですの？綾瀬、お願い。え？